いろ。あ、だから早く帰ってこないといけなかった。あ、そういうことか。って言われた。なんかいっぱい、すごいな。あ、でも、本当に3か4しかないの。はい。とりあえず見るだけ見ましょうか。いえ、なんですかこれ。送りすぎ、なにこれかわいいの。これね、面白いからちょっと送っちゃっただけなんですけど。なんやねん。これはね、どうしようとかっていう感じで。気になるから、とりあえずこれから行こうか。安定の。めっちゃかわいいんやけど。あなたが着るのよ、着るもの。あ、これ着るもの。これね、長襦袢で、本当は着物もあったけど。長襦袢なのこれ。そう、さすがに着物は送れねえと思って、着物までか。え、買ったの。買っちゃった。1000円だったの。合わせの絹の長襦袢なんです。あ、うちに一個ある。着る機会がほぼない。でね、男物なんですけど。え、そうなんだ。そう。元の持ち主はどんな方だったんだろうか。振りがね、開いてないから男物のはずなんだけど、ここ見て、これ何っていう。ちゃんと袖作ってんだね、これ。それだけ。あ、でも丸みがないんだ。それだけ。へぇ。で、もしこれ長襦袢にするんだったら、縦襟つけないと、何通し襟っていうの、になっちゃってるから。うん、そうね、防衛だね。スクラカバード。仕立て上がり品ってわけじゃないんだよね。何これ。すごいねって送ったんだっけ。これは何っていう。かわいい。あれ、しかも、これ、いやー、口はこうで、で、なんかちょっとだけある振りに、なんかまた、別の柄ついてんのこれ。こんな風に。そう。で、これね、一緒に合わせて買った着物がちゃんと開いてるの、ここが。で、そっちもなんか布つけてあって。集まりさんだったのかな。わかんない。女子の振りみたいになってる。なんだこれ。新しい男物の提案。ね、で、もしこれを襦袢にするんなら、うん、襟を縦襟にしてこういう、ま、なんでこれ送ったんだろうね。これをもうとりあえずどうせ見えないから。襟にしたら取れるのかな、うん、縦襟分って思った、ね、ここもうすでに山で継いであるんだよ ねだからちょっと待ってのかな。まあ縦襟の裏はまた別のつけてね、うんうん、やったりしたりなんとかなりそうな。なんかもう別に襦袢の襟先も これである必要がないから、ないよね、うん、そう、どうせ見えないからつけちゃうしね。そうそう、さらしで全部襟やってとか、てか、うさぎやもんね。そうなの、なにこれ。ちょっとだけあった生地も使ったのね。使っちゃうのね。うさぎちゃんで、だな、うさぎ年の人、襦袢でもいいよね。これしかもちゃんと縫い付けてあるのこれ、表だけ、ね、だからな、多分無双の袖の先っちょにこれを縫い付けたって、どんな人がこんな作ったって思って。でも面白いから送ってみたってだけ。これめんどくさいやつね。合わせだね。すごいね。いいんじゃね。ね、すごいね。長襦袢にするの。これ流行らそうとしてるこれ。わかんない。来年ちょうどうさぎ年。確かに。本当だ。確かに。なんか月見っぽいけど。そうだね、秋だね。だけどね、長襦袢にするんやったら別にね、うん、寸法はそんなにあれ、別に切れないことはないの。わからねえっす。なんてやつ。わかってねえのか。わからねえっす。でも襦袢だから別にさ、裾短くてもいいんじゃねえと思って、うん、そういうことね。そうそう、雪っていうか別に雪も出ても困るし、うん、雪175177、まあ一尺八寸の人か、小さかったのかな。楽しんでるだけになっちゃう。で、今回確実にお願いしようと思ってるのはこっち、はいはい、これあの、みゆき母の、みゆき母って言ってたごめんなさい、みゆき姉母の大島。へぇー、マスター、まあ、なんか、あれ見たらなんとなくわかるね。わかるよね。ホタルママさん好みの、ホタルママさんが欲しい。だってほら、ホタルママさん好きそうな色もついてる。で、多分胴裏は使えそうだから、うん、そのままで、ハッカケだけごめんなさい、変えたい。これだけついちゃってるけどね。どうしてもホックの跡がね。どうする、これはもういい。別に、どうするとここ半分に折れば見えないし、うん、そうね。
そっかそっか、うん、昼入りじゃないそういうのじゃないからそうだスナップアートがね出ちゃいますよね、まあ、表まで、なんだこれ、ちょっと汚れてるけど、あ、来たのかな着てるやつでしょ、ね、襟汚れたちょっと汚れた、まあ洗い張りしたら取れるでしょう、まあ、猫の毛がいっぱいでごめんなさい、本当にどの子の毛追い立ち、追い立ちで、このままの立ち合わせでいいですか、左袖だけ逆向きにしてほしい、うん、これそう、多分、うんこう、うん、こっち左寄りって左こっち、うん、左寄りで、うん、これもこっちでいい、うん、でこれもこっちでいいけど、うん、そっちの袖だけ、うんうんうん、あ、袖はじゃあ中っ側に線がそうそう、うん、そういいよで、いいですで、はい、やると、うんここが肩から見えて一回襟が入ってもう一回奥見で線が入ってくるからそうそうこうなるからすっきりするなっていう自分のやつがあるだけで袖はあのこの色を隠したいっていう、ね、あ隠したいねこっちを多めにしたいってことそう黒を多めにしたい黒ねなるほどはいよというわけで後で八掛けだけ。八角はチェンジなんだ、ね。八角系変えたい。この色はちょっと嫌なのね。無難無難すぎるんだね。嫌だ。嫌だ。まあ、そうやね。これ隠したいねんからこの色ですね。そうそうこれじゃなくていいんだよって思って。そうか。なるほど。お母さんこれじゃなくてよかったんだよって思うよ。いやお母さんはこの色を出して合わせたいんだよ。そういうことか。うん、渋いよね。うん女子なんてそうしはるんじゃない？そうか、うん、これ実はこのまんまでうちにお迎えしてからね多分もう3年くらい経つから寝かしてたんだそうもういい加減、もういい加減でもインチがすごい綺麗芯まで変わってるし、ね、熟成された3年熟成で3年熟成もういいでしょうね切ったね寝かせてる間に ね猫ちゃんたちが存分にいやあの人たち見てと思うと着てる間は本当に寄ってこないでってやってるから着てないやつにひっついてくるそこやめろよの間に多分着物を3着ぐらいほど売ったの、うん、自分で趣味とかして趣味になっちゃって今ほどくのがでなんか順番を覚えたらめっちゃ早くほどけるようになっちゃってそれが楽しくて楽しくてでほどいてるどうしてるの溜めてるラップタイムも上がってきてるのね1日かかってたのが今朝から始めて夕方前には終わるようになってああもうそれ聞いてるだけでもいいこの中閉じを取るのがすごい気持ちよくてアルバイトに来たら本当お金になるかなそんな遅いんじゃん仕事まだちょっと遅いね仕事にするからね副業まだまだ上げないとダメだって、ねうんね、身厚のとこがすごい難しい、うん、ギュッて止めてあるやつあれね緊張の一瞬やねそうなのあべってねあべ生地切ったかもしれないってそっかもともと弱ってるところだからね最後のとどめ出す可能性もあるしそういうことですね、うん、グリグリなんかねやっちゃうのよね やりたくなっちゃうけどやっちゃダメなやつもあったりするからやったが最後やったが最 後, が最後外れた後にこうやってかざして穴開いてないようになってすごいきつい玉止めとかしてるんだよ
さて、じゃあ八角形と八角形どんな色でも先にこっち見ちゃいたい、ごめんなさい、見ちゃいたい、ごめんなさい、八角形はまたまとめてみるの、そう、まとめてでやればいいかなと思って、だんだん分かんなくなってくるかな、そしたら、まあいいか、はい、お願いします、はい、すみません、時間制限があるからね、今日は、次はあと、これもごめんなさい、お願い今回しないつもりのやつなんだけど、かわいいじゃないか、また欲しいみたいに、そうなの、これ赤潰れると思って、潰そうと思ったら、これは染め染め、ね、染め、なんか上から顔料で描いてあるやつだったら無理だなと思ったんだけど、そうだけど、いや、色を落とすことはできるよね。落とすっていうか、なんていうの、落ち着かせて、多少。暗くする。なんかきっとぽかないとわかんないなと思ったんだけど、裏まで染まってないなら裏返して仕立てちゃえば無地にできるねと思って。なんか顔料系じゃないんだよね、これ。不思議な感じがする。顔料だともっとガピガピいっちゃうんだけど、何現代の染料みたいな、でも加工は顔料で上からすりっぽいんだけどね、なんだけど、この感覚だったら上から染まる気がするけどね、いい感じ、色かけたら、はい、だからでもだいぶ濃い色しないと、黒とか、まあ黒までいっちゃったらもうほぼほぼなんとなく影だけになるし、そこまでしないのでも、まあまあ、いけると思うけど、ね、はい、これの濃いやつでとか、こんなにはっきりした赤はいなくならせられる、はい、OK です、それが効ければ満足、いけると思うそれだけのためにこれを送るんやだってさ、ほら、来てもらうわけにはいかない、そうだね、そうだね、しかも送るならね、いつも、これだけのために加藤さん来てこれ聞いてさ、あ、じゃあもう一通みたいなはぁってなっちゃうから、その時は交通費も宿代も全部出さないで、温泉付きでね、なので、ね、ね、松本にあるから、ね、見えない、なんか上からっぽいけどね、やっぱりね、外さないとわかんないね、うん、どうやってんだろうな、これもちなみにあのみゆきでしょうね、だと思うです、うん、ただ完全にみゆきね母かはわからないみたい、ちょっと可愛いね、いただいたものかもって、焼けてるね、この辺りね、ほんとだね、あ、ほんとや、赤い、うん、赤く焼けてる、ほんとだ、この地の染め自体もなんか怪しいな、なんだろうな、なんかだったら染め替えちゃうとかの方が無難なのかな、そうね、グレーを染め替えるっていうことになるかな、ブルーグレーとかになるとか、かける色ね、で、すれば、この人もいなくなるし、一石二鳥ならそれはそれでいいけどでもなんか残りそうな気がするけどね、これ、ね、で、今なんかこう、あ、なんかいるんじゃないぐらいまでいなくなってくれれば、あ、こんな真っ赤じゃなかったよね、そう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 、別にいてもいいのね、そう、いてもいい、いてもいいけど、こんなにはいらないなって、まあ、ちなみに花柄が嫌なわけではないということですね、これね、お花はどうせさ、見えないじゃん、これちっちゃいから、いやー、あ、そういうことじゃない違うんだ、違うらしい、そもそも花柄らしい、そっか、この地のところにもちょっと花柄あるんだけど ね、うん、なんかね、花びらが散ってるよね、桜が、桜がいる、梅と桜だなって思って、ね、桜より梅の方が良かったんだね、ちょっといい梅だなって思った、まあ、来たるべき、はい、うん、これは、はい、ありがとうございます、箱にお戻し、ごめんなさい、お戻し品が多い、はい、次はで、あと、うん、何も大島送った、あれ、これね、勇気、あ、勇気、違う、あっちあれね、あれはね、うち一本って思ってるだけなんだけど、勇気は勇気だ、これ、これ勇気、あ、一人で来てるんで、ごめんね、めくって、あ、そういう芝、これ最終形態、ボロボロで髪だらけ、あ
雪かすってる。いやーん、これ一重なんだ。いやーん、好き。あ、一重なのもう。そう、一重で着づらいんやって。そう、もう一重の雪着づらいから今ここに着てる人いないんだけど。えって言ってたんですよ。着づらいの合わせにしたいと思って。合わせか、合わせか、まあ胴抜きでもいいけど合わせにしとく。そうそう、下だけつけたら胴抜き。あー、長野寒いもんね。そうなの、だからなんか完全合わせで、でもいいのかなって、うん、寒い時よりね。そうそう、寒い時より。いやーん、これなんで一重で着んの。竹もありそう。竹は、竹もね、まあ、ありそう。なんか、まあまあ、袖が微妙かなって思ったぐらい。もうちょっとあるかな。いよいよ。袖竹が微妙じゃないと思って。本当だ。相当微妙というか。なんかね、短い。でも、うん、返しがめっちゃ入ってるからいけるっしょって思ってていけないかな。あえて短くしてはるんかな。そうですね、うん、なぜか3000入ってんの。そんなに全然余裕。余裕すぎる。余裕でね、本当に申し訳ないんだけど、これ加藤さんのつてで頼れるところがあれば、うん、あの里帰りをさせてほしくって、洗い張りを有機に出してほしくって。はいはい、これ多分乗り取れてないよねと思って。いや、どうだろう、取れてるのかな。こういうなんかでも、ゆうこねんと全然違う。あ、これはもう着古しですごかったのね。そうですか。すごい色もないの、抜けてるのよ、これ実は。カビとかがあって、これ多分1回ぐらいかな、湯通ししたの。もうどう見てもすっげー着てたって感じね。そうだね。多分なんかこの調子でいったら、多分私の人生の中では着やすくならないなと思って。じゃあとりあえず私が着てあげようか。このまま3年ぐらい着て帰そうかな。あ、地元のとこでやってももちろん、うん、いいし、あの柔らかくするの何種類かあるみたいなんですよ。普通にお湯通すのと、うん、あとちょっと、まあ、叩いた感じで柔らかくするのとね、はいはいはい、やっぱさ良くなればいいであれば、うん、そっちの方でもいいし、まあもちろんやっぱり雪に行ってほしいなであれば全然雪も行けるよ。雪に何かちょっと行ってみる。うん、里帰りさせて、里帰りちょっとさせてみたいなと思って。お金かかる？そんなに。でそれを何を出す？こっちが自分で解体した。これも勇気なの。おお、解体。こっち面白いね。すごい。そう、だからどっちかでいいかなって実は思って。あ、そういうこと。で、でこれもパリパリしてるから、これも里帰りさせる。でもこっちの方が柔らかいんじゃん。あ、本当？生地があるかな。違うよね。折りが違う。これ私のに似てるけど、こっちちょっと。参ってお願いをしようと思ったから、これ着てたら私まだ双子みたいに。じゃあこれお願いします。だってほら見てよ、こんなんやもん、柄があるかないか、ね、いつか大阪行くわこれ。やめてもうなむ。あ、ゆうこね、でしたらでもこれもお願いしようかなとは思う、うん、これ面白い ね、うん、ね、すごいね、頑張ったね、全部ほどいたんや。ほどいた。あのこの襟肩空きのところもやぐりぐりやってるとそのうち裂けそうだったから、とりあえずあの着物クリップで挟んで破れないように。ここをかすってんの ね、 ね、面白い。それこれ面白い。どこの前だろうな。これね、残念ながらほどいてしまった上にね、原型を覚えてなくて、どうなってたか、どうなってたかが全然思い出せなくて。喜んでほどくからそういうことになる、ね、まあ、楽しいと思ってやってたらあれって。そう、写真撮っとこうかね。そうそう、原型わかんない俺、どうしようと思って。でも見たらわかるんじゃないの、加藤さんたちが。そっか、うん、まあ、薄手入ってるよね。薄手入ってると思う。多分うちにもうなんか似たような人はいなかったから置いてきたら笑う。それだけないっていう。あれって言ってるよ。あれ、袖いない、嘘、そんなことある。心に
この辺は分かったけど、どこだ、これでいいのか、あ、これか、これだね、よかったね、よかった、よかった、いたいた、残念ながら面白いことにはならない、危ない危ない、ちょっと期待したのに、危ない危ない、汚れもそんなでもない感じかな、入りのあたり大丈夫そう、うんうん、ね、これ面白くなりそう、あ、これが襟だった気がする、うんうん、そうですね、これで掛け襟、うん、ってことはそれが奥身か、そう、ね、解体すると分かるよね、ね、覚えるよね、覚えるさっぱり覚える気がないだから話についていけない。いいんです。あんまり、なんだろう。これは、あ、こういうものなんだなって、こっちで分かんなくなっちゃうからね。うん、覚えちゃうと、あれっつって、できるはずって言って、いや、できないんですけど、いや、そんなことはないとかね。うん、あ、母はこのぐらいだったから、残るはず、いや、何だけど。逆に全部知って。うん。で、なんかわけわかんないのが、これが入ってるから、なんかいろいろしたのかもね、とか。これは何ですかってなっちゃう。そうそうそう。この状態で来たらわかるけど、うん、それであれですよ、やっぱり奥身ないんですけど問題とかね結構あるんですよどっかに忘れてませんか、結構奥身とかね、襟とかね、自分が届いてきたりと割と抜けてる、うん、確率的にね、パーツないっていう人、パーツね、ちっちゃいよね、どっか紛れちゃうよね、やっぱりちょっとね、和裁とかできる人とかだとちょっとあれ、なくしちゃったとか、あ、うちにありましたとかやらかしがちなんで怖いんですよ、わからないまま持ってくるのが正解なの、うん、はいはいってやって受けたら、あれないじゃんってなっちゃう、うん、まあ、OK です、とりあえずじゃあこれ、湯通しをして、はいはい、まあ湯通しとか洗い張りか、洗い張りだね、うん、仕立て方、これもどうします、極力ね、赤を目立たせたくないんですよ、じゃあ赤の入ったのを買うなよ、何なのかっていうね、染めて消すっていうのもなんかね、もうでもせっかくあるのに消すのはもったいない、そうだからこれで仕立て上がった時に、まあいるのはもうしょうがない、許してやろうっていう感じだから、ただ目立たない方がいい、そうそうそう、でもいるやつは絶対いるんだな、もっと端なのね、うん、こいつは逃げも隠れもできませんできません、ね、もういなくならないんだね、うん、そうなんですね、じゃあ今どうやっても、こっち消すかこっち消すかですね、黒か青しか消えない、うん、赤はいるんだね、うん、いいところにいるもん、まあやっぱこういうふうにこうした方がまだちょっとすっきりはしてるよね、うんうんうん、黒多めの方がね、こっちでこうやってガチャガチャしてるよね、じゃあ襟はもう青になるから、えっとねさっきの方法でいくと、多分赤、うん、右の肩寄りに出るようになるのかな、右こっちに出てくるの、あ、そうこっちで、うん、こっちに出てくるから、で奥身に赤がつながるから、うん、そしたらあ、これ元はあれか、元はどこか、うん、どっちが上前かだけか、ギュッとなってるね、うん、半分に違うやつは届かないことにしようかな、わかりやすいのを手にしてください、ややこしくなってるね、柄がいっぱい繋がってるのはいいけど、半分で違うのはやめようかな、ほどくね、前後ろか、こっち前か、でもこうやってるね、これ多分下前だね、これでこう、はい、うん、じゃあ右袖、この向きで右袖、右
身ごろ、で左の身ごろ、で左だけ逆さ、さっきと同じパターンですね。はい、ちょっと書かない、本当にごめんなさい。発生度、あ、写真撮ればいいか、ここに書かないで、こっちで。島は完全に合わせてもこう生地が薄いから冷たい風が、うん、そう直に肌に触って冷てってなるから、あ、こういうのそう完全にそう合わせていいかなと思って、そうか、これはどう向けでもいいのかなとかちょっと思ったりするけど、まあ、完全合わせで一回着てみてかなって、一個ずつするとか、どう向きと合わせる、うん、ああなるほどね、どう向きこれを胴向きにしたら、ゆうこねのとこに遊びに行くときに切れるね、これこうバッティングできる期間が長くなるってことだよね。私、だからこれ一重にしてると結構長いこと着てるよ。そっか、うん、今日ぐらいの日でも大丈夫なんだね。そうそう、じゃあこっち胴抜きにしようかな。らしいです。どうやっても合わせて着たい。それまでにこの着物、ね、この着物がくたびれるまでに着てね。この限界があるからこれ。そうする。でも肩こち一体もね、こうピタッと、ね。そうなんですよ。あの本当ごめん着てる感覚でピッてつくからずれないし着やすい。あるやつが、うん、でも女子とまた帯の位置も違うから歩きづらいとかそんなもあるかも。ね。なんかモスリンの襦袢着て何やしてきて、ただで静電気で歩きづらいじゃないの。そうなのかな。そう、ね、下着込むからね、冬は、うん、余計ともさもさするよね、うん、ちょっと久々に今日オシム起きたけど、ちょっと太ったかと思ったもん。あれこんなに足りなかった身幅って思った、明日着てるせいだと思って。どんだけ着てるんやろうと思うぐらい着てたもん、最初現れたとき。寒いの。ね、足から来るもんね。で、向こうは寒かったのって言って、そうやなと思って。朝だって昨日出てくるとき、マイナス6時時点でマイナス何度とか。6時か。寒いね。一番寒い時間。でもまだ新幹線動いてる時間に来れたから。あ、昨日ね、そうよかった、本当に。向こうちょっと大変だったね。大変だったみたいね。かわいそうだわ。いや、最初ね、送りに行った時にこんなに人おるんやと思って、びっくりしたわ。インバウンドすげーと思ったけど、すげーと思ったら違うから違った。新幹線乗れば来たことないけど、こんなに人おるんやと思って、ちょっとびっくりしてたら違うかって。そういう意味じゃないの、ね、通り過ぎる人がなんか遅れてるっていう言葉が聞こえて、いや遅れてるって言ってるなと思って、えらい緑の窓口とか並んでるし、あ、大行列ですよね、うん、なんかこんなすごいんやと思ったら違うか、そこまで遅延すると思わんかったのね、うん、で結局副部長さんと思いながら、そう予約してた便は2時間ぐらい遅れだけど、うんうん、動いてたから席もちゃんと取れたまま乗れた、本当に良かったと思う。だから私らと別れて3時間あそこのホームで待ってたってことよね。もう中入っちゃった方が、もしかしたら違う電車にも乗れるかもしれんから。迎えもできるかもね、なんて言って。もう外で並んで分からないより、入っちゃった方がいいかも、って入りはったんですよね、早めに。そっから2時間、私ら、おご飯食べて何やして、お風呂入ったぐらいで、乗れましたって聞いてた。あ、よかった。あ、よかった。
当に心配してた。いや、いつ動くかっていう情報がないときにどっちにこう行ったらいいのかって、ね、たまたま同じ便の切符を持ってるおじさんを久保田さんが見つけて、うん、その人はもっと早い便を取ってたけど、うん、4時半ぐらいから動くっていうからこの便買い替えたって。だから前のを払い戻しするのに聞きたかったって並んではったんですよ。でだから多分持っときはったって入って中で、もしダメやった時に変えた方がいいって言いはったからそのまま入ったんですよ。あのアドバイスなかったら並んでるよ ね、うん、三浦さんもだってね実際に上がってはりましたよね。楽しい思いで最後はそんななるか一番ピークなね時間にまして日曜日だから、ね、なんかすごかったと。まあでも今仕事じゃない人だったらまだ、うん、そう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 、ね、荷物送ったからもう泊まっていたらって言えないしねみたいな。持ってたらね、もう急のこと明日にしたらって言えたんですけど、俺もでもお昼着に多分京都だったら来れなかった。そうそう、あ、そっか、もうその後だったんですか。そう、その後、うん、ラッキー、ラッキー、危ねえと思って先に、ね、大阪名古屋なんか一部で泊まったからね、先に、うん、あ、そうなんだ。で、先生に泊まったんですよね。よかったね、よかった。朝一で来たから10時過ぎには10時過ぎに京都に着いたから、やる気満々ですよね。で、寒いとこいっぱい歩かされてすみません、階段上がってもうでも地温院でもう3人とも階段でやられて、あ、もういいねって、門まで上がって入って、うん、えってなってんけど来たからにはって言って上がって、そう上がって、そっか、あの地温院の門の向こう側を知らなかったから行ったことなくて、あ、すごい段差の階段 で見上げて、ね、うーんってなったけど、あの鐘のとこまで行ったの行かない、地温院は行ってない。そっか、そのまたちょっと上がると、いや、もうだからもうそれ以上歩く、上がらない、その前に少年院のがねそうそうそう見てたから、そこで金ついてきたからこの人、あ、まあでも天気良くて良かったよ ね、 ね、そうそう、ずっと良かったから良かった、ビュービュー風もかんし、でも風冷たかったよ、まあまあそれはね、もうグッと来ましたね、で音見つけた電車乗ろうとするからタクシー乗ろうとかっていうからカラスまでまで歩かしてやった。そうです。歩いた方がいいですよ。食べてると。どうしよう、どっちにします？八掛とこれ見るのと。ね、八掛にしようかな。大島、本当はこれでどれかお願いしようと思ったけど。大丈夫、まだ1時間近くあるよ。本当。まあ10時40分。でもそしたら。いいや、これが有機に、この人たち有機に出せるんだったら、うん、ちょっと大島はいいや、とりあえずあるから、うん、あの自分の着られる、それは持って帰るのね、うん、持って帰る、持って送ってください送ってくださいじゃあまたの機会、はい、でこの八掛も使おうと思って持ってきたんだけど、これ多分ね、静電気すごいからダメだと思って、そう、うん、よくない、この八掛、思ったな、はい、のでこれはもまた送り返してくださいというわけで、もうこれはいらない、うん、今回はこれに絞って、はい、これとあれに絞って、ね、これとあれに絞って、静電気に強い八掛ってどうするんだなんかね、もう加藤さんのとこでお願いしたやつはそんなに気にならないんだけど、この人の八掛なんかすごい作ったの、なんかね、こういう手の八掛素敵な帯が素敵な帯がそう、こうやってビニールに入れるから静電気が起きるんじゃないの？あ、そうなんだ。そんな着てる時なんで。そんなに悪くない。悪くないなら。しっかりしてるけどね。じゃあ、ごめんな、悪いこと言って。ちょっとキープ、あの、候補に。でもこれに合う。そう、そう思って。なんかほら、結城とか大島っていうの普段着っていうから何やってもありかなって思っちゃって、いや、とりあえずここに置いといて、はい、あれは直してもらって、はい、これは、とりあえず、はい、また帰ってこい、はい、あって言ったら、あ、取り出したぞ、八掛といえば、そうじゃん、だから紐の家をお願いします。
ちのばあちゃんのところ の, あの中からもあったやつ、寝かしてたやつも見たいっていうから持ってきたら欲しいっていうから全部あげたの。なんかこれがなんとなく使えそうと思って持ってきてみた。あれこれ、あ、裏八角形か。これ何何すごい生地がいっぱい。これ襦袢地か。あ、襦袢なんだ。なんか何でも使えるでしょ。うん、一旦ある感じ。これだけだからあって、ほんで違うのは薄いのはそこにまた渡したの。なんか欲しいっていうのは全部あげたの、これも。いただきました。あ、そうね。で、エヴァか、エヴァの襦袢だったんですね、もともと。だから長いのね。うん、ね、もう重かった、これも。すいません、いい生地なんですよ。でももうね、こっちまで手が出ないから欲しかったらあげるって言ったんですよ。そうね、もうあんだけ直ししたからもういいって。もう絹の襦袢ももう買っちゃったし。あ、そっか。でも変わったかな、どうかな、うん、これも面白いね。そう、だから博士でも襦袢でも何でも使えるから、襦袢も作ってもいいし、うん、裏に使ってもいいし、うん、羽裏で使ってもいいし、ね、なんかでもエヴァっぽいからね、そのこれがないところをやってもしゃあないから、うん、あ、そういうことか。そう、そっか、ないとこはないみたいな。全部にあるわけじゃない、うん。ああ、本当やね。エヴァ。へえ。まあでも結構ある。うん、まあ何のことはないから。何にでも使う。うん。やろうと思って。お？あれ？違う？何これ？ハウラ？あんまり？ええな？え？本能的な使い方をして、あ、ザンプかな。あー、なんかのザンプ。うん、それも一回襦袢で次羽裏で使ってない分はそこにいるのかな。あー、ほんで全部の入れてる。うん、なんかそんなような気がする。ここまで頑張っていろいろに、いろいろに変わってるってことね。うん、開始分ぐらいあるね。でも柄あるよね、結構。うん、柄ありますね。うん、めっちゃ長い。元の袖か。袖。でもそう、袖じゃなかったな。うん、なんかよくわかんないが、歯ブラとしては使えます。はい、襦袢というよ。はい、じゃあ羽織作る時のために置いててください。そうだね、うん、せっかくこんなにあるんだ。そうだね。なんだろう、可愛い柄だけど、でも色が落ち着いてるから ね使いやすいですよね。幅だけちょっと短いかな。だから袖でついであげるですね、うんうんうん、使うんならね。ベージュ、うん、これもミシンなの？うん、あ、これでも歯縫いでしてるだけだから、うん、それはそうよ。なんでここに柄はないんだろうな。疲れちゃったじゃん。適当にあれしたのかな。ね、なんかいいやみたいな、ね。こっちはじゃあ残風なのかな、こっち側に。うん、使わなかった。使わなかった分が。かな、切れ目がないのね。あれ、じゃあもう一個の袖はどこ行っちゃったの。あ、袖はなかなか、うん、いるんですが。袖、身頃、あと残りって感じ。あ、まあ、なるほど。印ついてない。なんか印だけつけた。なんだろう。じゃあいつかのために。はい、いつかのために。寝かしてください。はい、送ってあげてください。はい、すみません。それも送ってもらったら。そうだね。うん、そうしよう。どうせ送り返してもらうんだろう。旅に出ます。
そう、実はね、もう一個持ってきてたんだけど、これはいいや。うん、これも勇気っぽい。この勇気。何？これプラスまだ持ってきてたの？そう。三つのうちどれかかなって思ったけど。うん、この人はまた次から。またほどいたのね、それも。そう、ほどいた。ほどくなって言われた。袖口布がね、ついてたの。これなんだこれと思って。この着物、面白かった。これ何に使いたいんやろうかわかんないけど、まあまあ、持って欲しいっていうのは持って帰り。もう最悪、あの、ハイリリゼもしてっていうね。ああ、ハイリもいいですね。はい、ごめんなさい。はい、了解しました。あ、ほら、イリだけになっちゃいます。イリだけ。じゃあ、はっかけだね。はい、行ってみましょうか。ちなみに俺、胴抜きって着たことないんだけど、パターンはいっぱいあるの。何種類かですよ。あの、本当にこれだけ使って、ペタッと一重に縫い付ける。ただ、そうすると、もう表地に直接縫うから、点々が、点々が見える。目立っちゃう。はいはいはい、袖も同様ね。はいはい、だから無地のちりめんとかだと割と目立っちゃうし、うんうん、まあ木綿とかこう一重でもポツポツが気になるような、はいはいはい、無地場が多いのはやっぱちょっとダメよね。で裾だけつけ、これつけて、であと胴裏をズーンとこうつけて、うん、上げのとこまで、うんうん、胴裏がついてくる、うんうん、でのパターンと、あと奥身のこの先もちゃんとつけてる、つけてない、その本当だったらもうドーンってやった方が楽なんだけど、うん、なんか見栄え的に上げのとこまでここは揃えたいっていう人、うん、あと袖も裏が全部欲しいっていう人と、いらないっていう人、だから一応うちの標準だと、その見た目がいいように一応上げのところまでつけて、うん、袖も全部一重、いいんじゃない、合わせ、うんうん、だから本当に上げの上からここだけがないっていう、なんか一番厚いなと思うところだけが、あ、着心地は身頃は一重、うん、でも着てる感覚は合わせとそんなに変わらない、うん、袖もね、裏ついてるからしっかりとしてるし、ここにブツブツがもう気になることはない。じゃあそうしようかな、じゃないとこうね、やっぱ出さなきゃいけないじゃない、合わせて、うんうん、その時になんかね、そこ見えるのとここの縫い目がずっとちょっとなんかそうね、なんかいるなってなるね。そう、袖は一人でいいとか言うとまたね、変わってくる。ああ、そういうことか。そう、はっかけついてる、こっちは一人でね、なるね、それが嫌な人はつけないっていう人もたまにいるけど、それどうなのみたいなね。何にもこだわりないから胴抜きでっていうだけよ、私は。まあ一番無難というか、はい、じゃあそうする、標準というか、あれだね、スーツの背抜きみたいな感じだね。ああ、まあそうです、そうです。そうやね、そうだね、うん、はい、じゃあそれでお願いします。試してみた。うん、試してみよう。ここ最近ちょっと発覚がトコトコトコっといなくなったからどうかなっていうのがあるんですけど、さっきてか昨日この前藤井しぼりさんのところに持ってったんで、ちょっと柄物も一緒に入っちゃってますね。あ、この前で、うん、うん、ぼかしは多分ないかな、はい、ぼかしはないよね。柄でしょ、柄でしょ、ちょっと爽やか系が多いな。ぼかし、ぼかし、ぼかし、芯が違うだけで、ね、安定の、うん、紫、うん、紫とね、ちょっと渋い、うん、いいね、いいね、これぐらいでもいいかもしれない、ね、すごい紛れてるこの人、大丈夫大丈夫よ、すごい紛れてみようかな、もう分かんなくなったぞみたいなすごい紛れてる、すごいな、めっちゃバリエーションだ、ね、すぐれ、明るい色を持ってくるのか、落ち着くのか。ねえ、すぐれかっこいいね。こっち、こっち、こっち、こっち。すごい紫。しっかりと紫ですね。高貴な紫。本当だね。
暗く感じる？暗、ね、私には暗くは感じないけど、そうやね、自分の分かる方がいいもん ね、うん、黒青でいくと、なんかこれ洋服の合わせってこういうぐらいの黒青があるから、うんうん、でもこれ黒違うの、黒じゃないか、濃紺やよね、こっちが黒な気がする。へ、私のよりは猫ねのはね、青みがあるって、ほらちょっと変わるけど、わかる、色の違い、わかる、うん、うわ面白いの出た、色はちょっと違うか、うん、あっちあっちの方が面白いから、さっき。あの人忘れてた、あの人いたわ。あの人もいたわ。それはだからベージュ系とかいいかもしれない。あのその色は嫌でも、うんうん。さっきのベージュみたいな。うん、もうこんなに見せたの、マッチの持ってこない。かわいいね。かわいいけどちょっとな。ちょっとあのなんかこう。ね、私じゃダメですか。なんかその黒の方これいい気がする、黒の方薄い、これこっち、こっち、これ、これも黒、あ、これ黒じゃないよ、黒じゃないですかね、黒、こけ茶に見えるのはこの茶色が寄ってきてる、そうだと思いますよ、これが難しいかな、そうだね、これね、赤ついてた、確か、あ、赤がついてた、赤がついてた、そうやろね、これに合わせたやろ ね、あ、赤なんかいらねえと思って捨てちゃったけど。難しいね、難しいね、うわ、あ、目がチカチカする。この上もう一応ここも白じゃないんですけど、すよ、ね、グレーとベージュだけど、うん、もうちょっと上からグレーかけてもいいですよ、落ち着かしてもね、うん、グレーと濃いののドットみたいな、これはこれはもっと黒っぽい方、黒い、濃い方、黒にさっきのよりちょっと白っぽく見えるね、うん、こっちの方がまだ引いてるベージュ、うん、半分目がおかしくなる、ね。まあ、見えるのはほんとちょっとですからね、あ、そっか、そうね、男子の方が少ないよね、うん、そうだから、まあまあ、そ、あ、そっちは面白いかもしれない、うん、茶系で言うとね、うん、うん、それはちょっと可愛いけど、でもおかしくはない、これが難しいかも、これ難しいね、うん、赤効いてるもんね、うん、やっぱ赤ついてたんでしょ、やっぱこれかな、かっこいいよね、うん、うん、濃いより明るい方がいいっしょ、うん、明るい方がいい気がする、持ってきてる、そう、これでもいいと思う、うん、これでもいいかもっと赤く、これまた半端じゃないドライブ、そうだね、もうこれまた半端だね、あー、なんかいいのがあるよ。これじゃないの、これじゃないの、あ、すごいね、その色でよければこっちの色の隅の端、あー、かっこいいね、これいいやん、かっこいいね、あら、染めてきたばっかり、あら、あ、それタケちゃんとこだ、あ、そうだな、これめっちゃかっこいいやん、かっこいい ね、もったいないぐらい失礼、いやいやいや、ちょっといやいやだってちょっとしか見えへんもん、そうだね、そうだね、いいの、ビラビラ、男はほらビラビラ見せて歩いてましたから、そうか、そうか、うん、一番とかかっこいいよね、だからね、袖だけとかね、これかっこいいね、これいいやん、これでもこれだったらこっちでいいんじゃない、困った、これ困るからこれにこうつけとこうか、うんうんうん、ね、もういっそのこと、ね、ちょっと変わり映え、変わりもんで、どうやってもね、赤がね、目立っちゃうもんね、赤持ってきたく、行きたくなるもん、本当、もう井の一番に捨てた赤。赤いらねえと。これ、この子だな。
な。で、これでも面白いかなと思って。ちょっと正直言って、はっかけとしてはあんまりよろしくない感じなんですよ。生地的には、うん、もうもろ地盤地なんで、あプカプカしちゃうかもしれないんだけど、うん、ただもうそんな気にしないぜって言うんであれば、もう柄優先。だいぶやんちゃな感じ。うん、面白い。どっちでもいい。これ合うよね。うん、色が合うね、でもね。柄いるからでもこれ、これはちょっと。やめとく？柄なしでにする？すみません。こっちはこれで。これでいいと思う。これ、戻せ。うん。多分何持ってきても目立つ、ね、色が全部違うから、どれに合わせてもそうだね。まだこれもあったな。あグレーでももうちょっと明るいグレー、これぐらいでもいいかも。こっちがちょっと暗い、わかる？そうね、微妙な違いだな、ね、ちょっと青が入って、うん、青、赤みがあるのかな、ね、ちょっと銀っぽい感じがする。比べなきゃ分かんない、うん、そうだね。こう並べたらこっちの方が白っぽいというか銀色っぽいというかキラキラしてる気がする、うんうんうん、そしたらまだ左の方がいいかな。こっちがいい、うん、違うね。これ青っぽい感じ、これ、うん、これは小豆の薄い小豆が分からんか赤紫みたいな感じ、うん、もうちょっと落ち着いて、なんて言ったら説明、難しいね、色の説明ってなんだろう、藤色のちょっと濃い暗い、はい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 、色の薄くて暗い感じ、はい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 、綺麗な色やけど、うんうん、もっと薄い黄身が入った感じ、うん、ちょっとね。やっぱり一番元の方が、あ、緑とか面白いかもしれない。どんだけグレーグレー、これもっと薄い、これもっと薄いね、もっと白い感じ、うんうん、もう銀に近くなってくるね、ちょっと浮いてるな、ね、これはこれでいいんじゃない、うん、これがいいと思う。なるほど、うん、そうですね、これはいいと思う。これいく、いや、それは違う気がする。違うね、ね、まだそういくなら、ね、でもどうかなそれは違う気がする。それじゃダメか、うん、ちょっと目引くのをつけるなら、なんか、抹茶みたいな色とか、ちょっと、もう金茶、金茶も綺麗けど、これが嫌なんでしょ、だって、はい、抹茶的には、これは別に合うね。そう、抹茶とかどうしてもなんかね、微妙な色、この色好き、うん、綺麗よ、うん、これに、うん、ありがとうございます。土曜日に最強配信じゃあこれお持ち帰り、お持ち帰り、お持ち帰りか、送り返し、ありがとうございます。お前全然活躍しないな、そう、送り返しですいません、全然活躍しない、これがいいらしい。これ紫系、グレー、グレー、紫は入ってないかな、うん、なんか微妙に鉄、なんだろう、ガンメタじゃないけど、うん、色は絶対出てないだろうな、出ないやろうね、うん、もうかっこいい、自分の中でかっこいいと思う色がいいよ、うん、これもかっこいい、うんうん、まあここまでいくと、まあ普通か、男物みたいな悪かないもんね、男もんでいいんだけど、男もんでいいんだけどね、だから違うから感覚がさ、でもこれもかっこいいね、渋いね、渋いね、渋いというか、もうこれで十分、あの、まあまあおしゃれな男性って感じだけどね、うん、もういいね、確かに、うん、もう全然感じ変わるけど ね、うん、自分がでも分かる方がいいよ、色がこれ好きでも、うん、これだっていつもの安定の好きな色でしょ、いいんじゃない、そしたら、うん、そうする、ね、たまには安定で行く、安定で、すごいちょっとそっちで飛び、すごい人がいるからすごい人がいるからじゃあこれはこれ、はい、それはこうなりました、はい、
確かにまあここも聞いてるから、うん、ね、いいと思う。馴染みやすいしね、これは。出ないと赤を持ってくるしかなかったから、ね、本当よ。落ち着くのも、女子やったらそう明るい色持ってくるもんね、うん、そりゃそうだ、うん、かも真っ黒とかね。それいいね、かっこいいわ。すごい、すごい。そんな襦袢が欲しいな。どんだけ襦袢かも、もう着物通り買えなくなってきた。襦袢に行こうかな、ね、裏にばっかり墨流しが増えてこれ。は裏も加藤さんにこの間お願い、この間できたのにしましたが、墨流し1個あって、ね、すごい !11時に終わったよ。ありがとうございます。あとはないの？もうないよ。もうないよ、もうない、もう十分。予定通り終わったよ。すごい異例の会です。私が来ると巻くよね。ありがたいことです。でもさ、今もこれホッケついてるけどさ、こう、だいたいこういう色がついてて、今カーキみたいな、じゃあ違う系に行きたいね。そう、違う系も一個欲しいなと思って。いいやん、これも、ね、これいいね、うん、男物っぽいって男だからいいんですよ。着物がそもそも男物じゃないんだから。だって毎回止めるたの。昨日もね、チェックインしてみたら、女子の風呂の暗証番号が書かれたカードもらってるし。そうそうそう。でも多分部屋がクイーンだったからかね。そんなことはないと思うよ。そっか、でも一人だもんね。うん、だって私の時 目の前で押してたし、私後ろから見て、わ、女子やな着物と思って見てたもん。大人のモスインのコート着て、うん、女性用のね、あの、そっきの付け下げを着てる。付け下げを着てるから、後ろ姿は、ほんでショール黒いのをしてるでしょ。後ろ姿は女子やなと思って見てたもん。物取ってかがんでたらさ、ここ上半身ももう見えない。ああ、うん、そっか。下半身。こっちからチェックインするの見てて、もう完璧女子やと思って見てたんで。間違えたんじゃないとか言われた。そんなことある？まあこれは、うん、あのまあ安定ですわ、うん、なんかきっとこれ去年も悩んで、去年じゃない、夏もこれ悩んでた気がする、うん、なんか他のと ね組み合わせでいいのがあってよかった。よかった。墨流しが今回はね、裏に墨流し贅沢だな。墨なくなっていっちゃう。すいません。だってね、やってるとこ流れてる。先週染めてきたばかりで、もう 3,4 本いなくなっちゃった。そんなないからね。そっか、そうだね。なんかあの、あっち側にもう行っちゃったけど、うん、大島の雪輪の柄がすごいのもあるから、それもまたいずれお願いします。好きや。見せびらかす？それ。見せびらかします？じゃあ。うん。あ、すいません。まあ、ほどいたんだけど。またか。まあ、ほどいたんだけど。届いたのか。真ん中の人、本当や、あ、本当や、うわー、すげーな、すげーな、いやー、えらいこっちゃ、雪輪だらけだ、擦ってるわ、これ、映るかな。テカテカしてあれですけど、うん、でもここまで行くとあの床ってすごいなと思って。そんなことはないよ、大島なんだから。高級浴衣だよ。確かに。そう、でもね、なんかちょこちょこ汚れてて、うん、多分前のオーナーさんがあれかな、あの月のものかな、あ、汚した、ちょっとあの何、八掛けと胴裏の境目ぐらいがすごい裏が汚れてて、すごいちっちゃい人だったんだね、多分。そうで、うん、8寸もないのが一緒、7寸、あ、そうか、6寸5分、うん、かわいいちっちゃい昔ながらの方ですよね。これもリサイクル、うん、リサイクル、うん、探すよね。
見つけてしまった。見たけは縫い込み入ってるからたっぷりだけど、やっぱり150ないぐらいの人なんですよね。昔の人手足も短いからね。そうですね、雪が短かったです。そう、ね、今みたいにね、みんな手ビヤ長ないか、うん、雪はレーダー、雪はレーダーすげー引っかかりました。もうね、だとこのさ、輪郭もちょっと広くなってこう、うんうん、そうそう、墨で描いたみたいな。普通の雪は違うよね。これ設計する時点から大変だったんだろうなと思って。そうだよね、まさか男子の手に行き渡るとは思ってもみないでしょうごめんなさいと思って、制作者の方いいんじゃねえですか、ね、来てくれれば何でもいいかなって思います。あ、でもそこに130あるね。だけどちょっと汚れてんね、ね、ね、まあ分かりづらいからね、うんうん、まあ最悪裏は綺麗だろうし、裏返して下出てもこれはいいですしね。これなんかパリパリしてるのは古いから、うん、古いというかホコリっぽい。あ、ちょっとホコリっぽいのはあると思います。でも洗ったらさっぱりは、うんうん、あ、でも私のあのシャカシャカおしまよりは柔らかい。シャカシャカおしまもうシャカ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 言うのがある。そうそんなにまあひどくあれだね、カビみたいにはなってなさそうだし、うん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 、あ、よかったよかった。これ巻いてた、巻いてたけど、巻いてたっていうか適当に巻いてた。適当にぐるぐるしてた。 あんな綺麗には巻けてなかった。また行って、ありがとうございます。声かけてランチへ来ました。寒いです。これね、すごいすごーい。すごーい。すぐだね。え、まだ来るの？なんだろう。さっきおそば。そば。そばと言ったらうるさいよね。すごい細い細いおそばなんですね。ありがとうございます。あの。蕎麦粉の段階で、あのお蕎麦作る段階でも本当に薄く作って、もうそうめん状になるまで、うん、本当に薄くのせていただいて、うん、だから蕎麦そうめんなんだ。うん、蕎麦だ、蕎麦だ。あ、ちょっと足ながらはい、あ、やっぱり見える？これ見える？ちっちゃいよ。見えますよ、大丈夫。仕事上がりじゃないから仕事上がりは大変だけど、多分そうだね。本だとこれなんて思うんですかね。ブリですよね。ブリ、いや、天ぷらだからこっちじゃない、こっちか。何でしょう。おばんざい。天ぷらちょっと名水ですよ。若さぎです。言ったらもう感じ、言うたもん感じね。ほら、若さぎ出てました。あ、本当だ。ピアコヤチュ、若さぎなんだって。あ、若さぎ聞こえた、うん、こうよって書いて若さぎ。へぇ、うん、今調べた。へぇ、そんな若さぎって公なんだね。ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。新年いきなり来ます。はい、お待ちしてます。はい、さようなら。